宝来寺山自然科学博物館は愛知県新城市にある博物館。自然科学博物館の建設を目指す運動の高まりを受けて1949年9月23日に東三河の地質と鉱物の会が結成されたのが始まりである。同会の中心メンバーが田口鉄道の協力を得て田口鉄道宝来寺駅の校舎を改築して 同月に開館したのが、当館の前身である、田口鉄道自然科学博物館である。1956年に合併で、宝来寺町が誕生したのをきっかけに、初代町長だった加藤敦氏が、地元の特殊家の寄付などを募って、町立博物館を開設することを目指し、1963年4月に、愛知県内発の自然博物館として開館した。 この海館にあたっては、元宝来寺村村長で、林業家であった丸山木平が山林を立ち木ごと寄付して建設費の一部としている。宝来寺山に生息する動植物や、岩石や鉱物、化石などの資料を収集、展示している。海館人の展示方法としては、1階は観光客や子供などにもわかりやすい一般的な展示を行い、二階は学術的、 専門的な形で展示を行うという二重展示方式を日本国内で初めて導入した。また、近隣の自然を実地で観察する、足元の自然に学ぶ、野外学習会といった一般市民向けのフィールドワークや、冊子の観光なども長年にわたって行ってきた。また、2003年9月から2004年2月にかけて、耐震補強工事が、 2010年3月には一部展示コーナーの改修やバリアフリー工事が行われた。ありがとうございます。